何回か顧問に言ったけど、まだ全然実感が湧かない。けど、またバレエを踊るために、絶対諦めたくない。フラグメントを集めて、原種を倒して、元の生活を取り戻す。でも、まずは文化祭をどうにかしないと。はあ。二人は、まだ来てないか。今朝は大したニュースもないな。またこのロック歌手、全国ツアーするんだ。すごいな。もう結構な年のはずなのに。服装や髪型もド派手だし。二人が来たら聞いてみよう。何？あなた、魔法少女でしょ？え？それとも宇宙刑事？はたまた異世界から来たエージェントってやつ？何なの突然。っていうか、あなた一体誰？そういえばまだ話したことなかったっけ？私は一ノ瀬亜子、放送部なの。放送部？この学校に関する事件を調べて記事にしてるの。話が全然見えないんだけど、その放送部さんがなんで私に？時期外れの転校生、謎めいた雰囲気の人間関係、私のジャーナリストとしての勘が告げてるの。これはどこかの国のエージェントか異星人、あるいは変身ヒーローだって。私、転校生じゃないよ。え？事情があって最近まで登校できてなかっただけで、最初からこの学校に入学してたよ。そんな、せっかくネタになると思ったのに。なんかごめん。でも、どうしてそんな突拍子もないことを考えたの？私が、その、魔法少女だなんて。それは、白井ちゃんの隣にいる二人のせいだよ。ユズとライムのこと？あの二人、いつからいたのか、全くわからないんだよね。え？最初からいたんじゃないの？少なくとも入学式の写真には写ってないんだよ。なのにいつの間にか当たり前のようにクラスにいて、怪しいでしょ？そうだね。ねえ、一緒にあの二人のことを調べてみようよ。え？なんで私が？だって白井ちゃん、放課後とか結構あの二人と一緒にいるし、クラスの隣人が素性不明とか気にならない？それは、まあ。よし、決まり！じゃあ一緒に探っていこう！おはよう！じゃ、よろしくね。おはよう、ひなちゃん。あっちゃんとお話なんて珍しいね。というか、初めてじゃない？何かあったの？別に、大したことじゃないよ。ひなちゃん。え？どうしたの？さっきからこっちをチラチラ見て。なんでもないよ。あそこは確か演劇系の本棚だったはず。なんでそんなところ調べてるのかな。まさか、どんな場所にでも自然に溶け込めるように。多分、文化祭の出し物を調べてるんじゃない？
そういえば二人とも実行委員だったね。はあ、昼休みも収穫なしか。別に何もなかったね。結局何もわからないままか。特に隠し事はないってことなんじゃ。いやいや、あの二人は絶対に何か隠してる。私は諦めないから。ひなちゃん、ひなちゃん、どうしたの？何かフラグメントの手がかりでも見つけた？ううん、実は今日ユズたち用事があって帰らなきゃいけないの。だから一緒に活動できないの、ごめんね。そっか、わかった。じゃあまた明日ね。うん、また明日、バイバイ。今日は私も帰るか。白井ちゃん。何？チャンスだよ、二人の後をつけてみよう。え、また？今日散々調べたじゃん。もういいんじゃない？けど、あの二人が放課後何をしてるか気にならない？それは、まあ。これで最後だからね。分かったよ。周りの目が肛門を出た。ほら行くよ白井ちゃん。うん。なんだろう、高そうな車。どこに行く？うちは逆方向だろ。寄り道せず帰るよ、いつも注意しているだろう。ごめんなさい。あのおじさん、一ノ瀬さんの知り合いかな。ごめん白井ちゃん、私行かなきゃ。うん、わかった。私から誘ったのにごめんね。それじゃあまた。うん、また明日。何だったんだろう。あれは少しまずいかも。うん、ちょっと良くないね。うわぁ！わぁ！びっくりした。驚かさないでよ。それはこっちのセリフだよ。っていうか、いつの間に。さあ、いつからでしょう。そういえば、あっちゃんとひなちゃん、今日ずっとゆずたちの後をつけてきてたよね。気づいてたんだ。丸わかりだったよ。まさか。一ノ瀬さんの記憶をいじったりはしないよね。これ以上絡んでこないように。さあどうかな。一ノ瀬さん、今日は結局学校に来なかったな。
ズとライムは？ひな子、サラサ、どうしたの？何って、今日は学園祭の打ち合わせをする日でしょ？え？聞いてないけど。ユズとライムには伝えておいたんだけど。はぁ、とりあえず了解。何人か誘ってみる。先生と参加型イベントとかは？クイズとかマスゲームとか。それはちょっと調整が大変じゃない？会場の確保も難しいし。じゃあ喫茶店なんかどうかな。飲食系は準備が大変だし、衛生面が不安かな。そっか。じゃあ今日は一旦ここまで。また後日話し合いましょう。解散。ひな子、どうかした？ひな子？え？な、何？どうしたの？さっきからぼーっとして。ちょっと気になることがあって。ねえ、聞いた？一ノ瀬さんのこと。なんか行方がわからないらしいよ。先生が慌ててた。怖い。もしかしてひな子？ごめん、サラさん、ちょっと用事ができた。また明日。ちょっとひな子、ひな子！まさかユズとライムが一ノ瀬さんに何かしたんじゃ。あれは一ノ瀬さん！何か様子が変だ。追いかけよう。着信ないかな。ここは、今度は恐怖の感情？けどなんかいつもと違うような。うん、あっちゃんの感情に引きずられてゾーンが混ざり合ってるみたいだね。ユズ、それにライムも、いつの間に。前に指輪同士で力がリンクしてるって話をしたでしょ。少し離れてても誰かが顧問に入れば他のみんなもリープできるの。そうだったんだ。このゾーンはそれぞれの感情の境目みたいなものなの。今回のあっちゃんみたいに複雑な感情を抱いてたり、自分のことがわからなくなったりしてると発生することがあるの。どういうこと？一ノ瀬さんの感情が顧問をおかしくしてるって、あなたたちが一ノ瀬さんを連れ込んだんじゃないの？違うよ。ライムたちも彼女を探しててようやくたどり着いたの。どういうこと？説明は後。今はあっちゃんのフラグメントを探そう。わかった。Thank you.
どうしようかな。してなきゃ。お父さんに心配かけちゃダメ。いつまでも夢を追いかけてちゃダメ。ちゃんとお父さんの前ではいい子にしてないと。これは昨日の。あ、ひょっとしてあの時の男の人って一ノ瀬さんのお父さん？ひなちゃん、まずは魔物を倒そう。わかった。早く終わらせよう。どうしよう。どうしよう。
る？ダメージが大きすぎて自分で修復できないんだと思う。じゃあ急いで固定化しないと。ううん、今のまま固定化すると暴走した状態のままになっちゃう。そんな、じゃあどうすれば。ひなちゃんが直接あっちゃんを癒してあげて。私が？フラグメントは思いのかけら。暴走を止めるにはその感情を抑えてあげればいい。魔物も倒したからしばらくは時間を稼げるはず。ひなちゃん、急いであっちゃんを助けてあげて。でもどうやって。大丈夫、今までと変わらない。あこちゃんの気持ちになって話をしてあげればいい。今までだってちゃんとできてたし、ひなちゃんなら大丈夫だよ。ユズ、ライム。さあ、戻りましょう。うん。私には夢がある。でも、お父さんの前ではちゃんとしなきゃ。けど、諦めたくない。そんなに辛いならきちんとお父さんに言えばいいじゃない。でもそんなこと言ったらお父さんが。ずっと一緒にいる家族なんだから本音で向き合わないと。アコがどう思っているか、何を悩んでいるか、いい子のふりしたってどこかで行き詰まるだけだよ。それにまだお父さんと話もしてないんでしょ。話してみないと本当のところは分かんないよ。私だっていろいろと誤解してた部分はあったし。そっか、そうだね。フラグメント無事に回復したから出てきたみたい。ひなちゃん、急いで固定化して。うん。指輪だ。あっちゃんがひなちゃんに心を開いてくれた証だね。また一人仲間が増えたね。あれ、私いつの間に学校に。白井ちゃん、それに師匠さんたちも。その指輪は？それはあこちゃんの指輪だよ。え？いいからつけてみて。うお、あ、ちょっと。なんか記憶が流れ込んでくる。え？言ったでしょ？指輪はリフレクターと力を共有するって。それはつまり、フラグメントの記憶も統合されるってことだよ。あくまでフラグメントの記憶だから、一部分だけだけどね。共有されるって、まさか。ああ！白井ちゃん、やっぱり魔法少女だったんじゃん。やっぱり、このままじゃキスにされちゃう。アコ、そのことなんだけど。大丈夫、記事にはしないよ。本当？だって白井ちゃんには助けてもらったし、友達だからね。秘密にしておくよ。ありがとう。けど
魔法少女なんて本当にいるんだね。そんなファンタジーの存在がいるなら、私がジャーナリストになるくらい全然普通だし、お父さんも説得できそうだよね。ジャーナリストになるのが夢だったんだ。別に反対されるような職業でもないと思うけど。フリーの記者になって特ダネをバンバン取っていくの。紛争地帯とかにも飛び込んで社会の矛盾を暴いていくつもり。それは普通に反対されるよ。そういえばアコのお父さんって厳しそうな人だったよね。結構お堅い仕事してるの？別に仕事自体は固くないかな。あ、いろいろ上下関係とかは厳しいみたいだけど。この人だよ。あ、これって昨日ニュースになってた大物歌手のって、うん、私のお父さん歌手なんだ。